シャツ変わってないですか。まあ、チーム感をね、もう画面には映ってませんが、チーム感を整えるためにエボティーで、エボティーで、はい、ありがとうございます。やばい、自分だけ着てない。そういいっすね。気になって、ここで会話検出あんま喋ると怒られるんで、ライドを交えようか。オッケー、お互いのウエスト守るためにも先にちゃんと動いとこうか。もちろん全力で。さあ、ワンピーガーからサンツーピーガーズ多いということで、まあ実況だけだとね、一方的に福原さんを応援するだけになりますんで、あちらのチームをしっかりとガヤっていただければと思います。さあ、まずは触っていくのは福原さん。ここは、まあ、ゾーイもね、かなりアビリティ周り変更点ありますが、はい、まあ、そこら辺には細かく触れずに、はい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 、あ、違う違う違う、いいですね、が攻めていく。さあ、3段目の突きを捉えて、やっぱゲージ溜まりやすいっすね。そうですね、やっぱり前移動だけで、うまい。さあ、ラプソディからこれダッシュ攻撃、あー、うまい。さあ、追撃していく、コンボうまい。ダッシュ攻撃、バレる前にやってってください。よけてる、よけてる、マジ。さあ、説明をしっかりとうまく。さあ、ここはダッシュ攻撃、さあ、ダッシュ強攻撃、バレる前に倒してください。バレる前さあ、バレる前に倒してめっちゃ出てきますね。離していく。さあ、これはアルティメットラプソディですか。そうですね、アルティメットラプソディですね。あ、やべ、昔の動きはやっちゃう。こちらもアルティメットアビリティでどうでかいので返していきたいが、上から攻めてくれ。ダッシュ攻撃、ダッシュ攻撃、離したい。さあ、石木さん、このダッシュ攻撃有利ですよ。有利、固まっちゃう。さあ、置き攻めは長いな。アルティメットラプソディ相当受け止める時間長いですね。やべ、はあ、やばい。さあ、気づけば、はあ、やばい。おっと、なんか怪しい連携が見えたが、あ、バレてない。まだバレてない、まだバレてない。ダッシュ攻撃、まだバレてない。追撃は難しい。ケース的アーマー技めっちゃ押し付けてくるんですね。さあ、ダッシュ強攻撃、そう、動きが硬い。なんか反撃がね、割と確定に見えますね。まあ、ダッシュ強攻撃なんで、もしかしたら反撃あるかもしれませんかね。さあ、一応おさらいとして、ダッシュ弱攻撃は攻撃した側が有利と、はい、ただそれ以外は基本的には不利になるんですかね。そうですね、まあ、場合によってはパニッシュ、確定反撃取られるものもあるはず、はい、なので、さあ、ゾイのダッシュ強攻撃相当怪しい。ゾイもな、有利かな。さあ、投げ使っていますが、トリプルアタックから3段押し返せ。そう、ここはアルメットブリティ。さあ、3段さし、うおー、避けている。さあ、開発しちゃった。さあ、ここは福原さんのスペシャルプレーが飛び出しましたが、うわ、ブレブリポイント出たんすよ。さあ、これ流れよ。さあ、石木さんポイント出ます。これはもうブレブリポイントありませんので、レイジング 1.5 倍かつレイジングストライクを黙って受け止めるしかないです。トリプルアタックから、さあ、コウモリ繋い、痛くない？減りすぎ。さあ、削りもあるが、トリプルアタックから、そしてゲージはありますよ。さあ、何かこれは小技も当たれば終わりが。ダッシュ攻撃、こすっていく。おお、飛んでから、届かない。ああ、さあ、サンダーで抑えて、まず1セット目取っていくのは福原さん。お互いにミスが目立ちますね。さあ、ミスが目立ちますね。いいコメントいただきましたが、目立つ割には相当強い技こすってますけどね。とりあえず分かんなくなったから、ダッシュ攻撃しとこうみたいな、ダッシュ攻撃がめっちゃ見えますね。しゃがみ中から、あ、なるほど、さっき。やっぱりその置き攻めでダッシュ攻撃を重ねたいポイントなので、結構その無敵技とか避けとの読み合いになってるイメージですね。まあ、普通にガードされても有利だし、はい、まあ、当たればコンボにいけそうだし。おっと、ハンジと出ている。さあ、秘策捉えたが、どうだ、遠距ギリギリと入れ、ラプソディしっかりガードして投げのエース、かっこよくなっております。まあ、投げをちゃんと置き攻めに行けますからね、その後ダウン取れる。そうですね、はい、さあ、ダッシュ攻撃は捉えられなければいいと。ジャックジャックジャック投げている。さあ、投げ暴れが通して、これやっちゃダメだな。さあ、アルティメットから追撃も入る。早くが高い。さあ、置き攻めはうまく、とりあえずやっちゃおう。さあ、これやばい、やばい、え、これゼロっすよ。ゼロになりますよ。これは福原さん、BT ゼロっすよ。これめっちゃいいんじゃないか。まだやばい、まだいける。さあ、だがあまりにもブレイブポイントゼロはかなりきついんじゃない。そういうことに、なんか短パク削って、削って、サンダー上から、あ、これはさあ、ブレ、うん、
反撃ないのか、怖い、めっちゃ減った今。めっちゃ減りましたね、単発で5リット減りました、ね、単発だけでもう強攻撃当たったんかぐらい減ってましたね。やっぱブレイブリポイントゼロになっちゃうとね、ちょっとやばいっすね。この BP が相当影響力ありそうですが、そう、あ、割り込んでトリプルアタック、置き攻めにはいかず、ここは Y バンドゲージを開始していく、壊しながら反撃遠距。さあ今回体力がかなり多くなったというのがありまして、そうですね、体力2万になってるみたいですね。そうですね、はい、基本的にはそう受け止めてダッシュ攻撃、苦しい、さあ中央へ、見えない、さあダッシュ中段、中段遠いく、うまく決めて追撃は、ここはラッツリで追い返していく、さあ投げ暴れ、さあ深さん投げ暴れが目立つ、かなりもう攻め切られる前にやってやろうと、うおー、鈴木さんのから追撃はタイミングが少し遅らせれれば追撃として、そうですね、最速で出しちゃってるからちょっと使ってる感じなんですかね、成立するっていうところでしょうか。ジャンプ攻撃通って、はい、待ったら解放奥義、さあ解放奥義、さあ一気にやばいぞこれ、この後がね、ブレイブリポイント2個減ってる状態なんで、はい、残り1個ですから、ゾウのアイコンが赤色に光っております。そう、ジャンプ攻撃したら、うまい、うまい、減ってる減ってる、さあまずいか、どうだ、あぶねー、さあこれはこれはいちいちもつれ込んでいる、いやー強いですね、追い返したい、あでもね、時間経てば経つほどこっち強くなりますからねさあここはジャンプでまず距離を取っていく、あずるいずるい、サンダー体育ずらし、うまっ、うまいですね、弱くてる、先のタイミングかなり合わせてきます。さあ出しだからここは有利な状況ですが、あえて暴れていくですから、中央追い返していく、ちょちょ、さあダッシュジャック、追撃が投げ抜ける、投げ抜ける、さあ偶然苦しいんですか、本当ですか、本当ですか、まあでももしかしたらその投げ抜けの方法が変わったのが効いてるかもしれませんね。そうですね、投げだけじゃなくてもうワンボタンで投げ抜けできると、はい、そう、ここはブレイブリーポイントなくなってしまうので解放奥義は怖いが、割っていく、追撃が入ってゲージもあるので、さあ第1ラウンド奪っていくのは福原さん、先にリーチをかけていきます。やばないなさあ福原さん一言も喋りません、めちゃくちゃガチです、福原さん一言も喋りません、今までこんなスイープスライドから入れたいな調停をさあこれはダッシュ中攻撃ですかね、足払いが飛んでくる、画面端割って、これは返していく、返すが、返さん方がやばかった、返すだけで結構やばいですね、そうですね、やばいですね、もうこれで 1.2 倍の状態になってる、飛ぶと、あいつ出るか、格芸力が飛び出ている、サンダー苦しい、さあアルティメットサンダーなので置き詰めがついてくる、なるほど、ここはパナせない、なるほど、これが追撃した雰囲気ありますね、そうですね、あれはどうなんだ、ちょっとでかい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 、やめて、あさあ、いっぱい使ってる、いいダメージが出てる、投げで外せない、まだ外せない、さあ、削りもある、削りがある、削りがあるぞ、うまい、もうそんなこと言われたってラフツリーが、おいしょいしょ、サービス、ちょっと戻して、うわやばい、ないブレイブリコンがないぞ、いや、減ってる減ってる、あっちょっと使いすぎたか、さあここで最初のブレイブカウンターが良くなかったフルセット、ちょっと最初からいい試合見せすぎじゃないですか、そういうことす、さあアルベスから延長、さあここは中段はラプソディで返していく、マスターじゃない、溜めて溜めて、さあ飛びも見せながらスイープサイド、ちょっと待ってちょっと待って、コンボいけないコンボいけないコンボいけない、今さあアルベスが特殊でも締めとしては十分投げて、あーちょっといいよこれ、さあしっかりとこういうものを押すことによって特殊での攻め継続をなくしていけ、あーちょっとさすがにどう、はい、やった、結構減るな、あれやってるとワイバンゲージが回復するんですよね、そうです、あなるほど、さあそして画面端置き攻め釣っていくが釣られない、市木さん、さあコンボになっている、苦しい、ガークラスもどっちでもいいと、おー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 お